ショービジネスの世界ではショーマストゴーオンという言葉をよく耳にします。皆さんにとってのショーマストゴーオン、走り続ける意味とは何でしょう？失礼しました。私、3年前に天に召されました光一と申します。ここはニューヨーク、ショーの街ブロードウェイ。私たちはここでショーを続け、仲間たちと共に明日の未来を夢見ておりました。あの時彼らは何を思い、何を感じ過ごしていたのか、そして今は。気持ちに気づいてたんでしょ？おい、光一答えろ。頑張っておしゃれしても全然気づいてくれなかったくせに、どうしてこのネックレスだけは大切にしてくれたのよ。会いたいよ。でも俺の罪が消えることはありません。自分が生きていくためにも忘れてはいけないと思ってます。達也、もういい。お前はもうステージに立つな。光一はなぜ一幕の最後にこの曲を持ってきたのか。ソリタリーは孤独、皆が一人ずつ光一から離れ一人で終わる。私が見た最後の光一の背中は、私がずっと見てきた背中の中で触れられないくらい一番遠くに感じた。夢破れ去っていった者たちの嫉妬や執念が、スポットライトを浴びる者の足をつかみ引きずり下ろそうとする。そんなにこのショーにこだわるんだったらやってみろ。俺抜きでな。ああやってやるや。俺が最高のショーを見せてやるや。そう言い返せない自分が悔しかった。簡単に立ち位置を手放そうとする小一より、そんな自分に無性に腹が立って情けなくて、結局俺は逃げ出したんだ。ねえ、3年前にやった最後のステージ、あの時光一も舞台にいたよね。私たちが思い続けている限りはいつだってそばにいるんじゃないかしら。その思いの一つ一つが光一をあのステージに呼んだのよ。会いたいな。Yeah.
の笑顔に最初の始まり